そうですね、突き目駐車場だな。鈴鹿駅よりも駅前がすぐ住宅街って感じですからね、なかなか見にくいとこね。ここなかなか難易度高いね。ここリリめっちゃガラス散らばとる。誰かぶつけとる。全然切れねえな、車。マジか。面白い公園があるんですね。これくらいの時間だったら空いてるのかな、駐車場。さすがにもう空きが出ててもおかしくないと思うんだけどな。さすがにこの時間になっているとだいぶ空きも出てますね。今から一発電車乗れるかな。ちょっと時間見てみよう。よいしょ。今が7時9分で、ちょっと通に行って帰ってこれるね。せっかくやからちょっと通行こうか。よし。そうだ、例のアプリのね、紹介だけとかんとね、ここにあるこのライドパスっていうのを使うんですけど、あ、ちょうど近所とか来てた。これで、あらかじめ購入予約のやつは、先週、前にね、動画で紹介してると思います。で、買ったチケットが、このマイチケットっていうボタンを押すと、出てくるんで、利用を開始するっていうボタンを押してあるとこんな感じで一応利用すると誰でしょうって出るんで OK を押してあるとこれで OK らしいです。でチケットを見せる。でこれで乗れるらしいです。へえ、便利。じゃあ早速これで17分発でちょうど来るらしいんで、ちゃちゃっと見に行ってみましょうか。よし。どう思ったっけ、あっちか。そう、すぐそこを鈴鹿線ね、近鉄の鈴鹿線走ってますからね。よいしょ。こっから出れるのか。改札口こっちか。16時半まではここでも友人で切符を売ってるみたいですけどね。まだ難しい感じのやつとかあるけど。通方面行こう。通方面ね。よいしょ。
なんか特段ね公開するとか持ってますよってなってますけど、こっちか。あれは風景にはなってないんだな。なんかちょっとあの情勢戦みたいですよね。高価ですし。さっきの玉垣だけか。玉垣だけあれやけど、諦めにノリノリ捨ててチップなんで。あれですけど、よいしょ、けどな、こんな感じね、ダメはドライチームメイト買ってますと。紙だとこれから印刷された感じになってるらしいですけどね。今から来るのはどうも快速名が来るみたいなんですけど、快速名だと変わらずだからだとね、乗れないですけど、というと来た。これも区間内やったら大丈夫らしいです。まもなく下りレッドがないね。危険ですから、発線の内側にお止まりください。幸いなことに鈴川は停車しますね。この鈴鹿から普通の間やったら、なんとノンストップで、しかも、特急だとね、ちょっとだ、特急は乗車券の代わりにもならない、青春18切符みたいな扱いらしいですけど、このやつだと、なんとこいつで乗れるらしいです。まだ便利。つまりノンストップで、あ、4両編